はい、むさ苦しい野郎3人の図で、はい、ということで今回ですね、10年間で入社が難しくなった企業ランキングメーカー編ということで、要は10年前と比べて入りにくくなった会社のランキングと、早速フリップでお出ししております。はい、1位からですね、ざーっと読んでいくと、1位日本ハム、2位セガグループ、3位江崎グリコ、4位伊藤ハム、5位王子グループ、6位日霊グループ、7位森永乳業、8位が大日本住友製薬、9位バンダイ、10位京セラということで、入社難易度が2010年と比較して2020年で上がってますよというところが並んでおります。で、この色分けがピンクですね。採用数変わらないが難易度が上昇しているケース、要は採用されている人の高学歴率が増えてますよというものですかね。で、青が採用数増えているのに難易度が上昇しているというケースですね。これも同様に高学歴層の採用の割合が増えていると。で、緑は単純に採用数が減らされていて入社難易度が上がっているということだそうです。この難易度そのものなんですけど、大学通信というところの試算による難易度で、入社された方の出身大学の入試における平均難易度を採用数に応じて加重平均したものということで、高学歴層じゃないと入れないよ度が高いってことですかね、簡単に言うと。倍率が上がってるっていうのと、うん、高学歴率が増えてるっていうのと、その2つの観点で多分試算をしてるみたいな感じなんですかね。採用人数が増えれば増えるほど分子が増えるんで、倍率っていうのは下がっていく、要は簡単になっていくって思ってたんですけど、大体のパターンは分子が増えれば増えるほどそれ以上に分母が増えてる、規模がでかくなるほど難易度っていうのは上がっていくと。それがまず前提として考えた時に、要はここの企業っていうのはシンプルに人気度が上がったっていう話になってくると思うんで、10年前に入ってた人はお得だよねと。なので今じゃあ入って10年後もっと難しくなるところはどこだろうね、そこ入るとお得だよねっていう、まあ一つの見方として見れるのかなっていうところで、僕の体験だと、僕ベイカレントコンサルティングに入った時って上場してなくて、今はなんか東証一部かなんかまで上がってて、多分今の方が全然また難しくなってるはずなんですよ。今僕が転職中に出た時に、元ベイカレントってなったら今のベイカレントの難易度を想像する人が増えるんですよ、面接官で。僕はお得なんですね、転職市場に出てたら。市場価値が勝手に上がると、要は企業の価値と自分のビジネスマンとしての価値っていうのは一定数相関性というか紐づいたりするんで、ビジネスマンとして経験値が積めなかったとしても企業の価値自体を上げることに貢献していると、実は結果的に自分のビジネスマンとしての市場価値が上がってるっていう理論をこの図から無理やり読み解きました。お疲れ様でした。これ高学歴層の採用が結構割合が増加しているので、まあ、入社難易度が上がっているということなんですが、逆にじゃあ高学歴層以外の方々がランキング20に入り込むための努力ってどういったものが考えられそうですかね。大前提企業によりなんですけど、これ以上の大学しか取らんぞっていう会社って意外と少ないじゃないですか。100人採用枠があったとして、枠の比率ってある程度決まったりするわけですね。なんで東大京大に勝たなきゃって思うよりは、同じ枠の中で秀でるにどうしたらいいかってところだけ見ればいいので、なんか意外と今までとやることそんな変わらんかなみたいな。ただそのクオリティがより高いものを求められるよっていうだけかなと思います。経営者目線で考えると、東大しか解けない問題って多分仕事にはなくて、ある程度のラインだったら大体もう解けるんですよね。なので学歴が高ければ高いほどいいわけじゃなくて、問題さえ解いてくれれば、あとはコミュ力が高いとかそういうところを重視するんで、コミュニケーションが取れるっていうのさえクリアしてれば、あとはそれ以外の施策が高い方が強いわけですよ。あとは筆記ですね、筆記というかウェブ手ですね。 ES 通らなかったらね、どうにもならないですから、しっかり点数上げて面接のままでたどり着けられる率を上げるとか一番現実路線じゃないですか、まずは。まあそんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。